伊藤義弘は、大阪府出身の東北福祉、大学総合福祉学部元助教授で、東北福祉大学公式野球部元監督。大阪市立桜宮高等学校を経て、芝浦工業大学公式野球部入部。芝浦工大卒業後の1973年、桜宮高校野球部監督に就任。1982年には、 第54回選抜甲子園出場。1983年、第65回夏の甲子園、大阪府大会決勝に進出した。1984年に、東北福祉大学に迎えられ、同大学教員と、公式野球部監督に就任。1991年には、 全日本大学野球選手権大会で優勝を飾るなど同大学を学生野球会屈指の強豪校に育て上げ、この時期に育て上げた選手には、佐々木和弘、金本智明、矢野照弘、斉藤隆史をはじめプロ球回入りした者も,も数多い。1993年アジア野球選手権大会ではコーチとして優勝に貢献した。2000年頃から病気がちになっていたが、 2002年に急成、56歳であった。後任には、当時のヘッドコーチで、同大学助手の山路哲夫が、監督代行を経て、翌年監督に就任した。日本テレビのバラエティ番組、シンヌ電波少年の企画、電波少年的アフリカヨーロッパ、大陸縦乱ヒッチハイクの旅で人気を得た、俳優、伊藤隆は三男。ありがとうございます。